黒猫アマズライトチョッピーせーの黒猫チャンネル、イエーイ、イエーイ。疲れた、こんなもんか。はい、せーのついにですね、5日間ぐらい降り続いた雨がやっと止みました。ということでね、山めっちゃ行きたいんですけどね、この動画撮影して子供たち寝た後にね、夜行ってみようかななんて思ってます。あ、どうもこんにちは、黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。はい、ということでね、昆虫採集行けてないんでちょっと病気になりそうですね。はい、今日はですね、この子たち掘り出したいなと思います。これはね、最近結構掘り出してるババ黄金鬼クワガタなんですけど、6月のまあ初めぐらいに孵化してきた子たちですね。そろそろ掘り出してもいいかなという感じで掘り出してみたいと思ってるんですよ。というのもですね、やっぱりだいぶカビが出てきてる感じになってきてるんで、まあ少しずつね、掘り出しをね、していったらいいかなと思っております。はい。まあ、ということで、ちゃっちゃと掘り出しして、そして子供たち寝かして、そして山に行こうかな。では今日も頑張っていきましょう。おっ！まずはこの子を掘り出してみましょう。この子は6月3日に羽化しております。オスメスはね、その時に分かってるんですけど、あえて書いてないです。はい。体重的にね、どっちに転ぶか微妙なとこですね。では、掘り出していきましょう。うわ。やべえぞ、これ。洋室近づいてきた。どっちだ？あ、オスっぽい。よし、出そう。はっ、おっ、出た。立派な男の子ですね。はあ、まあそれなりにあれかな、端子ではない、割と長子、そんな感じです。結構大きいんじゃないか。はあ、立派だと思う。さあ、この子もババオの初代ババオのね、遺伝子受け継いでますから。はい、ということでまず1投目、いい感じのデカオスでした。よし、じゃあとりあえずケースに入れといて後で測ってみましょう。うん、いい感じじゃないですかね。よいしょ、痛い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 、よし、痛かった。はい、まずはオスかな。大きさが気になるところですね。よいしょ、次行きましょう。次はこの子掘ってみようかな。この子もね、最終体重 17g、 ちょっと予想つかない感じですね。ひょっとしたらデカメスかもしれない。あれ、いない。あれ、あ、ここにいるわ。これはどっち、お、どっち。おー、どっち、メスか。あ、大きめのメスかな。はい、女の子ですね。いや、そんなに大きくもないか。まあ、とにかく綺麗に羽化してくれましたね。今度は女の子です。いやー、いい感じだな。オスメスとうまいこと出てきてくれた感じです。はい、女の子でした。さあ、次この子行ってみましょう。この子は最終体重 15g。ということで、女の子かもしれないですね。うわ、蓋落ちちゃった。では行きます。
いた。はっ。やっぱメスですね。うん。痛い痛い痛い。ああ、やばい。ちょっと待った。危ね。はい、やはり女の子です。丸々と太っている女の子ですね。うん、安産体型かな。よし。はい。やはり3頭目、予想通り女の子でした。よし、次はこの子ですね。うん、硬いぞ。よっ。まあ、この子もね、体重 15g だったんでね、女の子じゃないかなと思うんですよ。では、行きましょう。あ、もう出てるっぽい。ここだ。ここにいる。そうだね。やっぱり予想通り女の子でした。うん。よっ。丸々と太った子が多いですね。はい。ということで、この子も、危な！危ないよ、お前。はい。女の子です。はい。行きましょう。やっぱりというか、ババはね、後から羽化する子の方が男の子が多い？そんな感じです。うわ、やば。うわ、汁が出てきた。にゃにこれ。この子 15g。うわお、気持ち悪い汁。掘ります。うわ、出た。でかくない？なんか嫌な予感するな。最初でかいなと思ったのは、ちょっと、ぷくって膨れてたんですね。ひょっとしたら、ひょっとするかもしれません。あ、やっぱり。羽化不全ですね。ちょっとうまいこといかなかったみたいです。うん。まあ、でもね、うん。とりあえず、ブリードはできそうなんでね、大事にとっておきたいなと思います。ああ、やっちゃった感じですね。うん。まあ、でも生きて出てきてくれてよかったですね。うん。死んじゃうよりはずっといい。はい。この子。ちょっと羽化不全だったですけど、ね。大事にね、最後まで飼育したいなと思います。ちなみに羽化不全の子は普通の子よりもちょっと乾燥しやすいので、ね、水分をね、キープするのを上手にやってあげましょうね。はい。うん、ゆっくり休んでね。はい、今日掘り出す最後の子です。この子もね、15g だったんでね、女の子だと思いますね。最終体重。よし。では、掘り出そう。ん？あ、いたいた。お、出た。なんか漫画みたいに刺さってますね。はあ、そしてこの色、すでに黄金をね、思わせる色している。はい。あ、この子はいい感じで浮かしてくれてます。よし。一匹ちょっとね、浮か不全しちゃった子は残念だったんですけど。まあでも、ね、生きてるんで大事にしますからね。この子は、大丈夫でした。はい。ということで、痛い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 痛
はい。女の子ですね。あ、動いてる動いてる。最初からそんな動かなくてもいいんだよ。ね、女の子でーす。うわ、すんごい動くね、この子。はい、ということでね、今日予定してた6匹は全部放り出しました。これからね、大きさをね、測っていきたいなと思います。いやー、一体どれぐらいなんだろう。あんまり大きい子はいなかったようなね、印象ですね。はい、チーオン。よし、まずはね、最初に放り出すとこから行きましょう。どれぐらいの大きさなんだろうか、測っていきたいなと思います。うん、このもん。いきます、せーの、はい、46か。はい、47ぐらいいきそうな気はするんですけど、とりあえず46でした。次はこの子測っていきます。ちょっぴり浮かん不全だった子ね。はい、行きましょう。このもんだな。よし、行きます、せーのー、はい、 46.5 です。46ありました。うん、いいんじゃないか。次はこの子測ります。この子もそれぐらいの大きさじゃないかな。そんな感じがしますね。はい、この子はですね、 46.1、 やはり46でした。次はこの子行きましょう。うん、うん、よし、はい、 46.5。 ほんと46が多いな今日は。なんだなんだこれはね。不思議と46が続いてるんで、この子も46じゃねえのか。いきます。お、マジ、いきます。この子はこれです、 46.5。 やっぱり46だな。何なんだろうこれ。うん、まあまあいいけどね、いいけど、なんか奇跡的だな、それはそれで。最後この子行きましょう。うん、60後半はありそうなんですけどね。あ、先にこれをゼロ表示で広げときます。よし、さあ行こう。おとなしい、こんなもんか。はい、せーのー、はい、 67.5。 あー、68には届いてないか。はい、67.5 の子です。お疲れ様です。まあ、ということで、女の子が5、男の子1だったんですけど、これからね、男の子がじゃんじゃん浮かしてくる感じなんで、また、2週間後ぐらいには掘り出しできたらなと思います。はい、今日はこんな感じでした。うん。まあ、あれですね、浮かせでもありましたが、元気にみんな出てきてくれましたね。では今日はこれでお別れです。またよかったらコメントなんかで感想を教えてください。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。最初行こう。